はい、こんにちは。今日はじゃーん、これマジキ子猫ちゃん、これやっていきたいと思います。なので開けていきたいと思います。このね、引き出しがね、汚いんだよ。はい、ありました。はい、これチャーリーちゃんは何も起きないただの可愛い猫ちゃんです。ペペちゃんは暗闇で光ります。すごい、この子が太陽で色が変わるよって感じです。せーの、何が出るかな。私的にははっきり言って何でもいいんです。スミレが来たのはこの子なんです。この子は暗闇で全身が光るペペちゃんです。可愛いですね。ちょっと暗闇やってみましょうか。これと一緒にこれも入っていました。それでこれペニちゃんぬいぐるみ当たるらしいです。あと中身にこれも入ってました。指輪も色が変わるので、こっちが暖かいやつ、こっちが冷たいやつ、それでやっていきたいと思います。やってみよう。じゃあこれでできるかちょっとやってみよう。ペタ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 、外してやった方がいいです。あー、スミレはこちらの緑から黄色になりました。普段黄色になりましたね。ここにマジカル猫かなそうみたいのがなんか書いてあるんですよ。ピント合わない。まあとにかく書いてあるので、皆さんも買ってみたら見てみてください。超楽しかった。ちょっとみんなちょっと行ってみる。さっきのこのお人形光るかやってみる。みんなもちょっと行ってみよっか。じゃあこれ行きます。もう見ないでほしい。この部屋さぐちゃぐちゃだからさ、もう見ないでください。ドアを行って狭い部屋に行ってください。目が慣れてきたら実は光ってんですよ。まあ、皆さんにはちょっと残念だから見えませんですね。買ってみてやってください。今日はマジッキ子猫ちゃんで遊んでみました。イエーイ。あの色がどっちとも変わるのがすごいなと思いました。あと私は当たってないんですけど、このバニラちゃんいますよね。バニラちゃんは実は太陽に当たって色が変わるんだよ。すごくいいでしょ。それはそれは私もすごいと認めるっていうかさ、ずっと認めてる緑だったのが、おい、黄色バイバイ、また見てね。